映画をね、見に行ったんですけど、なんかね単館映画みたいな、東中野にあるんですよ。ありますね、有名なところ。そうそう、ポレポレ東中野っていう、メジャーな映画はもうほとんどしないですよ。もう本当にこうサブカルじゃないですけど、はい、有名じゃないやつばっかり映画やるんですけど、はいはいはい、この前ちょっとそのパッと僕行くんで何を見たいとかじゃないんですよね、はいはいはい、で空いてる時間があって そこで行っちゃうってこと。そうそうそう、でパッと僕入ったら、はい、ちょっと遅れて入ったんですよ、うん、でいつもは結構好き好きなんですけど、はいはい、もうその時パンパンで、もうすごいですよ、もう本当にパンパンで立ち見いるぐらい。僕もその立ち見やったんですけど、うん、内容はなんか普通の青年がこう小学校高学年ぐらいの女の子とその恋愛とかそんな全くないんですけど、その小学校高学年女の子が家出して、その青年とずっと旅をするっていう映画なんですよ。たまたま出会ってみたいな。そう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 、で別にそんななんかこれといってなんか事件とかもないんですよ、うんうんうん、ただただその青年の地元に、青森なんですけど、地元になんかちょっと旅行行くとか言って旅行行って、でその青森の岬付近を本当にね10分ぐらいずっと歩くだけのシーンとか、おしゃれ系や。まあおしゃれっていうか、なんかその雰囲気なんかな。なんかこれなんでこんなんなんやろうって。でもパンパンなんやろ。パンパンやね、うん、でそのそういう10分ぐらい歩いたり、なんかそのもうすっごい個性的なのよ、うんうんうん、でこれなんちゅう映画やと思いながら見てて、でその後にアフタートークがあるの、監督の、うんうん、監督さんが来るんすよ、うん、でどんな監督なんやろうなと思って気になってたら、うん、ブーって終わって、で監督が、うん、後ろのドアからパッと出てくるんですけど、ニット帽、ドクロのここに書いてるニット帽をかぶって、髪の毛もこれぐらい長くて、でひげもこれぐらい、これぐらい白いひげ、白髪混じりのひげこんなに生やして、もう真っ黒のサングラスして、監督がその見てもらってありがとうございます、めちゃめちゃキャラ濃いやん、もう映画の通りめちゃめちゃキャラ濃い